今回は最新話255話までの呪術廻戦五条悟対宿儺の対決を話していきます。作中最強格の2人の戦いだから気になるよね。やっぱ勝つのは五条だろ、宿儺だろ。様々な意見があると思いますが、最新話225話で戦況に動きがありました。まず状況を整理すると、90話から221話まで獄門疆に封印されていた五条悟が復活したことが発端です。現実世界だと2020年から2023年の約3年間封印されてました。長すぎるだろ。五条と宿儺は12月24日クリスマスイブ、場所は渋谷にて戦うことを予定し、今回の戦いに至ったわけです。戦う前に宿儺は神仏が何とかって言ってたよね。宿儺は指が20本あって残り1本は五条が持ってるっぽいって宿儺本人が言ってた。宿儺は指を取り込めば取り込むだけ強くなるからな。残りの1本分を五条と戦う前に神仏で補うつもりらしいですね。一方、五条先生も宿儺戦の直前、宿儺対策を行いました。歌姫の術式、そろそろ禁句は術式範囲内の任意の術師の呪力総量、出力を一定時間増幅させるサポート向きの術式であり、しかも樹脂、勝因、発動の手順を一切省かないで完全栄翔、VIP 待遇で五条をサポート、手順を一切省かずに行うことで 120% の効力を得て五条にバフをかけまくります。あの宿儺様が五条相手にビビり散らかしてやがりますね。わけわからん神仏まで垂れて対策しまくってるじゃん。あ、そういう五条もバフかけまくってんじゃんか。勝つさとか言って勝利宣言もして負けるわけにはいかないですもんね。はあ、あ、まあそれほど両者侮れない相手と認めてる証拠ですね。バフをかけまくった五条は手順を一切省かずに愚行、変更、カラスト照明、表裏の狭間、完全栄翔、200% の挙式紫を宿儺に打ち放ちます。戦闘前に伊地知が張った結界の効果で五条が打った挙式紫を宿儺は直前まで感知できませんでした。不意打ち成功、大ダメージ確定と思いましたが、片腕一本で済みました。これはネットでも五条やばくね、五条敗北決定と話題になりましたね。バフプラス 200% 完全栄翔、挙式紫でこれだとお先真っ暗だな。所詮五条勝も宿儺様の相手ではなかったということだな。悟るな。見方を変えれば宿儺も同様、何か術式を展開し全力で防いだ可能性もありますが、今の時点では描写されていないので何とも言えないですね。五条が放った挙式紫をきっかけに両者一歩も引かない最強対最強の戦いが始まります。ここまでの戦況では両者互角といった感じですね。しかし最新225話でその均衡が崩れます。宿儺は絶対不可侵を持つ五条の無加減呪術対策で、渋谷事変で上後と花見が対策した領域天炎を使っています。領域天炎とは自身の体に膜のような薄い領域を展開し、簡易領域と同様に領域展開の必中効果を中和できる技術です。また触れた相手の術式を中和できるため、五条のような本来攻撃が当たらない相手にもダメージが与えられます。宿儺がずっと領域転炎してたら五条きつくないか。しかし領域転炎にはデメリットも存在します。領域転炎発動中は聖徳術式が使えません。ですので実質攻撃手段は呪力で強化した物理攻撃のみになります。ここまで宿儺は五条悟る相手に術式なしで対等に戦えていることにもなりますね。五条悟は陸眼のおかげで呪力効率が抜群によく、呪力切れがないで有名ですが、宿儺はその五条を超える呪力効率の良さで呪力切れがないと八雲が言っていました。加えて作中トップクラスの呪力総量の乙骨くんも直感で僕の倍の呪力総量と言っていたので、宿儺のポテンシャルが伺えます。宿儺がやばいのは分かったけど、五条の無料空手は発動したら価値格の地位と技なんだから、すぐ発動すればいいのでは。家入さんも言っていましたが、五条の性格の悪さと陸眼でそれを見抜けないとは思えないと言っていたように、五条も領域の押し合いで勝てる自信があるのならすぐに無料空手を発動しているが、両者領域を展開しないことから宿儺も五条も領域の押し合いでは互角と考えているということですね。そこで長宗がそもそも領域の押し合いにならないのではと言います。なんで。宿儺の領域展開、福間水氏は結界を閉じない領域だからです。例えるなら器なしで水を貯める、キャンパスなしで空に絵を描くなど、物理法則を無視した神業の領域と言えます。本来領域展開とは入れ物の中に相手を閉じ込め、自分の術式を入れ物に満たし、相手に技の必中効果を押し付けるというのが仕組みです。しかし宿儺は入れ物なしで領域展開を行っているので入れ物がありません。領域の押し合いとは入れ物の押し合い、すなわち
入れ物が存在しないスクナの領域展開では押し合いにならないってことです。お互い領域展開をした時の結果が未知数であるので、領域を展開せず戦っていましたが、ついにその時が来ました。案の定、領域の押し合いは成立せず、五条の領域内でお互いの術式必中効果が重複し、互角の打ち消し合いに。この場合はどちらかが大きなダメージを負い、どちらかの領域が崩壊すれば即時に術式必中効果がどちらかを襲うことになります。領域の連動が互角だから永遠に決着つかないのでは。互角ではあります。結果以内ではスクナの領域の範囲は五条悟の領域よりも広い。領域は相手を閉じ込めることに特化していることから、内側から破ることは難しいが、その分外からの攻撃にもろい。結果、スクナの領域の効果範囲が五条の領域の外側から攻撃が加わり、五条の無料空所が崩壊し、スクナの必中効果が五条に命中する結果に。互角といえる実力だが、技の連動がスクナの方が神がかっていた結果、領域勝負ではスクナが勝りましたね。ここまでが最新255話までの内容です。五条負けるのか。やっぱスクナ様が勝つに決まってるでしょ。今からでも勝つさ宣言取り消した方がいいのでは。まあでも展開的にこのまますんなり負けるのは漫画的にもジャンプ的にも考えにくいですからね。メタ考察やめろ。